うん、うん、めっちゃ美味しいです。うん、うん、美味しい。こんにちは。こんにちは。韓国に来て初食事、ジャジャ麺だけじゃなくて今日いろんな料理をちょっと一回頼んで食べてみたいと思います、はい、楽しみです。割と高級な感じが、そうですよね、はい、結構するお店なんですけど、雰囲気が、はい、ちょっと行ってみますか、はいはい、いいお店に来ました。来ました。どうですか、個室ですよ。いや、めちゃくちゃ綺麗ですね、はい、ちょっと緊張しますね。あ、そうなんですか、はい、そういう料理じゃないので。あ、そうなんですか。緊張して食べる料理じゃなくて気軽に食べる料理なので、はい、気軽に食べる料理なのにこんなに綺麗なところになるんですね。なんで調べたんですよね。値段はそんなに変わらないんです、普通のお店と。なのにこんなに綺麗なんですね。そうですね、ジャジャン麺が800円、ジャンポンも頼んだんですけどそれが1000円、ご飯のそういう料理もあってそれが1300円ぐらい、うんうんうん、なのでそんなに高くはないです。あ、そうなんですね。ただこの個室で取れるっていうことで、うん、ここに知ったので。あ、なるほど、素敵ですね。飲んでみてください。お茶だと思いますけど、何のお茶なんだろう。何茶か分かんないですね。まあ、ジャスミンティーですね。あ、ジャスミンティーですか、これ。うんうん、あ、確かにそんな味します。はい、そしてこれがおかずですね。早かったですね、出てくるの。中華料理の特徴もすぐ出てくるのが特徴なので、うん、多分料理もすぐ来ると思います。あ、そうなんですね、はい、お腹すきました。お腹すきました。はい、韓国のタコどうですか。え、食べたことないです。食べてみてください。はい、そしてこれが酢ですね。酢、なるほど。ちょっとかけていいですか。あ、大丈夫ですよ。あ、結構かけますね。食べれないですか。あ、酢あんま好きじゃない。あ、先に言ってくださいよ。あ、でもまあいけるかなっていう感じで。韓国は結構こうやってたくあんにタンムジって言うんですけど、はいはい、あの酢かけると多いと思います。あ、そうなんですね、はい、どうぞ食べてみてください。いただきます。はい、チャルモケスミダです。チャルモケスミダ、チャルモケスミダ、チャルモケスミダ。はい、美味しいです。美味しいですか。うん、しかも全然酢あった方が美味しいかもしれないですね。ですよね、はい、うん、信じてください。信じますね、これは。うん、美味しいです。あんまり普段たくあん食べないですけど、韓国はこれ中華食べに行くと、うん、必ずタンムジはくれます。え、そうなんですか。はい、玉ねぎも出してくれたりするんですけど、ここは玉ねぎくれないんですね、うん、そうなん、言いましょうか。頭ネギください。そうですね、そういうの出してくれたりするんですけど、ここはくれないですね、まあでも3種類ありますもんね。そうですね、うんうん、十分なのかもしれないです。エイプロンもらった方がいいですよね。あ、そうですね、ちょっと待ってください。これがチャプチェバ。うん、美味しそう。まあ、チャプチェライスです。ご飯と一緒に食べるんですね。絶対うまいですよ。え、美味しそうです。日本のチャプチェよりもあの春雨の太さが全然太いですね。あ、そうですね、うん、これは多分お店によってちょっとスタイルは変わってくると思うんですけど、このお店はこういうスタイルっていうことです。へー、おいしそう。でこれがちゃんぽん。ちゃんぽん、これ海鮮ちゃんぽんです。赤いですね。辛いもの苦手ですよね。はい、これも結構好きな韓国人すごく多いです。まあでもなんか韓国人好みに味付けされてそうな見た目ですね。はい、あのお酒飲んだ次の日とか、あ、染みそう、抜群です。これはカンチャジャンって言うんですね。これをかけて、あ、そう、別々になってるんだって思いました。そうです。じゃあちょっと食べてみましょう。はい、準備入れて大丈夫ですか。あ、大丈夫です。はい、お、あ、海鮮入ってる。そうですね、こうやってエビとか、うんうん、おいしそう。こういう風になんか混ぜたりするんですけど、結構がっつり。そうですね、こちらです。そうですね、じゃあダメ、はい、いただきます。はい、うんうん、めっちゃ美味しいです。大丈夫ですか。うんうん、これはちょっとマシッソですね。
これ食べてソース残るんじゃないですか、はい、ここにご飯入れて混ぜて食べたりもします。え、美味しそうですね。なんか玉ねぎ全然辛くなくて美味しいですか。めっちゃ美味しいです。これはジャジャンバって言うんです。うん、はい、ありがとうございます。うん、ありですか。うん、麺より食べやすくていいですね。うん、してこのスプーンあるので、うん、これでジャジャンライスはこれと一緒にスープだけ、うん、あ、スープだけ、はい、飲んでみてください。はい、うん、辛いけど美味しいですね。美味しいですか、うん、大丈夫ですか。多分ちょうどいいと思います。辛いですね。無理しなくても大丈夫です。辛いもの苦手ですよね。はい、はい、大丈夫です、うん、そしたら、はい、味は美味しいです。はい、めっちゃ好きな味してます。うん、よかったですね。うん、めちゃくちゃ美味しいです。海鮮がいっぱい入ってますよね。そうですよね、はい、すごい量ですね。ちょっと時間が経って麺がこうなったんですけど、うんうん、食べてみます。はい、はい、食べてみます。どんな味なのか事前インタビューしたんですけど、辛いものとマヨネーズがダメっていうことで。あ、そうなんです、はい、でもせっかくなのでちゃんぽんはちょっと、はいはい、食べてみます。うん、辛いけど味は美味しいですね。うん、美味しいです。あ、でも辛いですね。辛いけど味は美味しいです。たくさんは食べれない。うん、でも食べれてよかったっていう味です、はいはい、うん、ジャジャメンとジャンポンどっちがいいですか。全然ジャジャメンが好きです。ジャジャメン、私がそしたら食べますね。はい、イカ取ってもいいですか。あ、全然食べたかったらもっと食べても大丈夫ですよ。いや、これめっちゃ味美味しいんですけど、はい、辛さがもうちょっと少なかったらもっと食べたかったんですよ、ね、あ、辛いですか。辛いです。そしてこれもそしたらちょっと食べてみましょうか。お腹いっぱいになる。食べてみます。はい、チャプチェバ美味しそう。はい、めちゃくちゃ美味しそうです。あ、いい感じですね。もうちょっとこれぐらいです。ありがとうございます。これ一緒に食べるんですか、この春雨とご飯。そうですね、あのスプーンで食べた方がいいと思います、これは。うん、うん、どうですか。おいしい、うん、牛肉入ってるの美味しいですね。うん、うん、一番好きかもしれないです。へー見た目もすごく美味しそうですよ、うん、料理が美味しそうな見た目してます。うん、ジャジャミョン、ジャンポン、チャプチェバどっちが一番美味しいですか。これが一番美味しいです、これめちゃくちゃ美味しいです。しかもジャジャミョン食べた後なのに、うん、美味しいんですね。確かに、お腹のキャパもいっぱいになってきてるのに、はい、美味しいです。それもちゃんぽん、このちゃんぽんくんむる、くんむるって言うんですけど、うんうん、汁と一緒に食べても全然大丈夫ですよ。うーん、辛いので大丈夫です。大丈夫ですか。でもこっちもちょっと辛いですね。ああ、そうですね、うん、ちょっと唐辛子入ってるかもしれないです。あ、そうなんですね。これはなんかこの料理がちょっと結構余ってるのでどうしましょうか。これ全部食べなきゃですね。そうですね、食べますね私が。お願いします。その酢豚も一緒に頼んで食べたかったんですよ。でも私食べれる自信がなかったのでこのぐらいはもう頑張ってちょっと食べてみたいと思います。このジャジャンライスからですね。うまいですね、うん、玉ねぎが美味しいですよね。でも一個一個量が多いから満足感ありますね。韓国の
特徴なんですけど、どこでも量が多いです、日本に比べると。そうなんですか。はい、はい、これは全部食べました。美味しい、美味しかったです、うん、次はこれ。いや、これはすごい量ですね。やばいですよね。うん、美味しいのは美味しいですね。うん、美味しいですよね。うん、ちょっと辛いですね。でも、え、辛さありますよね、うんうん、そうなんですよ。食べましたね。何が一番、やっぱりチャプチェバ。うん、チャプチェバが一番美味しかったです。満足度高いです。お腹いっぱいになりました。久しぶりに。いや、あれはお腹いっぱいになりますよね。はい、久しぶりに韓国の中華食べて、でも美味しかったですね、うん、すごく美味しくて。美味しかったです、はい、でもここさっきも言ったんですけど、個室なのに値段も全然高くないし、うんうん、なので全然だとおすすめです、はい、思います。ありがとうございました。ありがとうございました。